皆様、ごきげんよう。夜のお花畑の魔女アザリアです。今回は、赤い羽が決算報告を書き換え、というか、差し替えしていたことが発覚した件について少しつついてみようと思います。まず、赤い羽の決算報告は3種類あります。いや、決算報告が3種類ってどういうことやねん、ってツッコミが入ると思うのですが、あるものはあるので仕方ないです。最新のものは2021ファイナンシャルステートメンツマイナス2、PDF というもの。その他に2021ファイナンシャルステートメンツマイナス1、PDF。さらに2021ファイナンシャルステートメンツ、PDF が存在します。いや、隠蔽にしては、ずさんすぎますね。新しい PDF をアップして、リンクを書き換えただけです。元のファイル消しとかいう発想はなかったのでしょうか？で、これらの PDF を、Adobe Acrobat でちょちょいと調べてみますと、最新のものは2022年11月28日17時46分に更新されていることがわかります。次に一応見えているもの、こちらは同日の17時18分に更新されています。で、無印のものなのですが、こちらは2022年の6月22日14時20分に未更新されています。約半年も経って決算報告書を何の広告もなく差し替えているのです。では、なぜこのようなことをしたのか。ここから先は大いに想像が含まれることをご了承ください。 PDF の差し替えが行われているのは決算報告だけでなく、ご存知の通り若草プロジェクトに対する助成決定の PDF でも行われています。若草プロジェクトに1000万助成することになっている PDF は2021年4月15日に作成されています。一方、それが削除された PDF は2022年11月11日に作成されています。1年以上経っての差し替えです。一体何があったのか本当に気になります。助成が中止になったのなら、その件アナウンスが必要だと思うんですが、両方とも差し替えの時期が11月となっていますね。では11月に何があったのでしょうか。両方とも差し替えの時期が11月となっていますね。では11月に何があったのでしょうか。実は11月10日にあることが起こっています。ひまぞらあかね氏が住民監査請求の決定をツイートしていたのです。もちろんこれが原因と決まったわけではありませんが、決算報告書を何のアナウンスもなしにそんな日の翌日に差し替える。ひまそら氏はもともと若草プロジェクトにも疑いの目を向けている。これは事実です。赤い羽に対する暗い疑惑はより一層深まったと言っても過言ではないでしょう。今回の件、皆様はどう思われましたか。ご意見ご感想などご気軽にコメントでお寄せください。今少しでもいいねと思ったらグッドボタンを、また励みになりますのでチャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。自分に会計の知識があれば、そう思うアザリアでした。